あれここにあった荷物、誰か知らないかえあ、そこにあった大型家具ですかそれでしたら、今さっき東島さんがトラックに積み込んで配送に出ちゃいましたよ。えー、ここにあったのって、明日配送の指定が入っていただろう今日持って行ったら相手先に怒られるぞ。そうなんですかでも、もう2時間も前に出ちゃいましたし。まったく。なんでこんな正的ミスをしたんだ 東島君はうちじゃかなりのベテランのはずだろう。ああ、それですけど、何でも先方から電話があって、今日にしてほしいって言ってきたそうですよ。東島さん、勝手な客だって、プリプリして運び込んでいましたから。えそうなのかでも、その日はどうしても不在でダメだから避けてくれって、何度も内み押しされたって、百貨店の担当が言ってたんだぞ。事情はわかりませんけどね。はあ お客さんは神様って言っても、こっちにも都合があるんですから、もう少し配慮してほしいもんですよ。まったくだ。それで、その困った配送先の客の名前はえっと、あ、これですね。名字は、竜宮さんですね。住所は、